マサダ同志、こんにちは。よろしくお願いします。文化放送の長谷川です。お世話になります。お願いします。はい。マサダ同志、キャンプもそろそろ終盤戦になってきましたけれども、今のところご自身の調整具合というか、いかがでしょうか。まあ、毎年、えー、この時期は不安でしょうがないんですけど、その怪がなく投げれてるんで、まあ、順調かなっていうふうに思ってます、うん。毎年不安でしょうがないですか、この時期は。はい。 なんか思ったように投げれないんで、毎年本当にシーズン始まっても大丈夫かなっていうふうには、毎年のように思ってますね。はい、あそうですか。あの、うん、今日もね、あのブルペンあの投げられましたけれども、えー、森友哉選手がね、あの今日受けてらして、どんな話をしていたんでしょうか。はい、やっぱり自分の持ち味でまっすぐが動くっていうのは、やっぱここ2年ぐらい出てなかったんで、出てないというか、あまりその、 あれがなかったんで変化がなかったんででも今年は結構曲がってますよみたいなこのままあとはスピードが上がっていってくれれば、まあ、僕も心配ないですみたいな言葉を頂い,いたんで、まあ、そこでまあ頑張りますっていう風にこの時は言いましたけど、はい、何年間前とかはやっぱり開幕しても不安な時もありましたし そうですね、やっぱ抑えていくのがやっぱり不安を解消していくのかなっていうのは自分の中ではその例年でいくと、まあ、なのでしっかりと抑えていければ自然と上がってくるのかなというふうには思ってます、えー、選手の皆さんに共通のお質問として今、激圧なことっていうのをです、ねえー、皆さんに伺っているんですがうん激圧っすよね。えー でも数年前ぐらいからなんですけど買い物行ったらチョコレートを買ってしまうっていう <laughs> <laughs> 激アツではないんですけどなんかその時は食べたいってなるんですよ、ええ、でもなんか帰ってきたら、はい、なんかいざ食べようかなと思っても食べる気にならないという ああそんなんなででもいいんですか全然構いません。<laughs> <laughs> あのチョコレートはあれですかね、あのこう甘いチョコレートと、それかこうどっちかというとこう苦みになるこうビターなチョコレートと大体こう2つに分けられると思いますけど。僕はもう甘いのですね。結構甘いの好きですね。あんまああ食べないですけど、食べるってなったらそっちの方が多いかもしれないですね。あ,あ、そうですか。ということはじゃあの、買っちゃったチョコレートが結構部屋の中に。 余ってるみたいな感じもあるんですかそ,そうですね。まあ最近はちょっとずつ食べてるんですけど、はい、ちょっと勝って満足するというか。はい。<laughs> <laughs> 何なんでしょうね、はい、それね、心理としてね。そうですね。はい。はい。最後にファンの皆さんにそれではメッセージをいただいてよろしいでしょうか。そうですね。まあまずはしっかりと、えー、自分が、えー、1年間、えー、しっかりと貢献できるように。 そして、まあ、自分が貢献できれば、絶対にチームも上位にいると思うんで、しっかりと、えー、頑張りたいと思いますので、ま、えー、また応援よろししくお願いします、はいはい、あのファンの皆さんはあの、閉店ガラガラをちょっと久しぶりに見たいなというふうに思ってらっしゃる方、はい、たくさんいると思いますので、はいはい、そのあたりも期待してよろしいでしょうか。 僕がしっかりと、えー、そのポジションで投げれるように、はい、頑張りたいと思います。